バーのいたずら捨ておけません。メイド教育の大切さを知らせるために戦いましょう。さあチョコ、準備は OK ですか？暴れますよ。おお暴れですわよ。ほらあなたたち、そんな危ない遊びはいけません。怪我したらどうするんですか？怪我なんかしませんわよ。そんなヤマは我が部にはおりませんですよ。それに万が一怪我をしたら監督が優しい口治療してくれるんですよね。それは優しく優しく治療しますよ。すべてお肌は人類の宝なのです。治療すればいいという問題ではありません。とにかくこの騒ぎは今すぐおしまいです。せっかくの部活ですのに面白くありませんわ。なら先生方も飛び入り参加でどうぞ。言うことを聞かせたかったら実力でやってみてくださいな。そうですか、わかりました。そうさせていただきます。覚悟なさい。神聖メイド帝国のためです。少女がカートをなびかせて飛び回るなど、そんなの青少年の教育上よくありません。カートひらひらこうなのですか？クルデさん、男の人の前でそんなはしたないことをしてはいけません。でもでもレナたちは可愛いオトセのために優勝するんだもん。そうなのですよ。
入り江の青白いオットセイさんには興味ないのです。今の一言は聞き逃せません。知恵と手、ここは直ちに緊急指導が必要です。さあさあ行きますよ。神聖メンゴ帝国のためです。それくらいでは倒れません。まだ弱音は吐きません。診察の時間です。うちの出来の悪い娘がお世話になっておりまして、園崎さんのお母様、日頃大変お世話になっております。まあ挨拶を抜きにして、聞いてるわよ。うちの娘の部活に飛び入り参加で、早くも連勝で独走大会だって言うじゃない。私たちは別にその部活に参加しているわけではありません。あらあらあら、とぼけちゃってさ。とにかくね、私も優勝を狙ってるの。というわけで、現在練習中の先生方にこの場で挑ませてもらいますわよ。何事か知りませんが、誤解です。千代先生、こうなっては仕方がありません。時には降りかかる火の粉を振り払うことも必要です。覚悟が疲れましたなら結構です。それでは参ります。行くよ火災、とりゃー。神聖メイド帝国のためです。やれ死にたくない。
まだまだ余裕だ。やがての時間ですよ。少し静かにしましょう。私をここまで追いかけない。少し静かにしましょう。カッコマンだ。なんで？カレー充填ね。この時間で一本くらいはくれてやる。まだまだやるやる。それくらいでは俺も年貢少し静かにしましょう。まだまだ余裕じゃね。あたしをここまで引き上げてしまう。降りかかる火の粉を払うにしてはなかなかやりますね。まあ私こう見えてもあらごとは慣れておりますので。見つけた見つけた、知恵先生、入江先生。いやあ、富武さんじゃありませんか。おや、高野さんも一緒ですね。では時間が惜しいので担当職人に、あなた方に勝負を申し込ませていただきますわ。どうしてそういうことになるんですか。聞いてますよ先生。ミオンちゃんたちの部活で今は先生方のチームが単独首位だそうじゃないですか。今日の部活の商品はとても貴重で譲れないものなの。だからあなたたちにはそれを譲り渡してもらうわ。なんだか知りませんが誤解です。どうやら私たちがミヨンさんの部活に参加していると思われているようですね。そうやってはぐらかしても見逃さないんだから。不本意な戦いですが、お望みならお相手します。覚悟なさい。免許帝国のためです。診察の時間ですよ。一撃でやりますね。診察の時間です。邪魔よ。診察の時間です。こんなの邪魔よ。診察の時間です。ちょっと難しいわね。の時間だ。診察の時間だ。大丈夫、ローモノが。診察の時間ですよ。診察の時間ですよ。どうかしら、まずい。それ、カット。やるね。やるじゃないか。やったね。それまで。どうなるか。ちょっと難しいわね。なんとかくれ。の時間ですよ。診察の時間ですよ。まだ大丈夫。楽しい。診察の時間です。やめて、邪魔よ。楽しい。どんな人もあろうものが。どうも返ししてあげようかしら。楽しい。やりますね。時間ですよ。邪魔よ。こんなとこ
ところで負けたくないだろう。楽しみにどれ、高くつくわよ。診察の時間ですよ。平気というにはちょっと難しい。診察の時間です。どこでいいなら診察の時間ですよ。ふう、やっとたまったよ。全くもって無益な戦いでした。どうしてこんなことに。私たちもいつの間にか部活に組み込まれてしまっているようですね。見つけました。園崎さん、一体どういうことですか。説明してください。いや、みんな先生が部活に飛び入り参加してきたと信じてるみたいで。飛び入り参加どころか、校庭で暴れる子供たちを叱っていたら、いつの間にか巻き込まれてしまったのです。本当に巻き込まれただけ。嘘くさいな。本当です。どうして私たちが部活に参加しなくてはならないのです。だってねえ、白いオットセイで出汁を取り、赤いオットセイを削って作った粉を混ぜたカレーをみんなに食べさせたら、カレー鍋には白いオットセイ、つまり赤いオットセイを食べた人たちは全員カレーの虜になってしまうとなれば、知恵先生が絡むのは道理だし、そこに監督が混じってカレーをおかわりしたければメイド服の着用をなんて言い出したりしたら、てっきりそういうあたりで利害が一致してコンビを結成したと思ってたんですけど、違うんですね。知恵さん、なるほど、あなたと私の理想は一致するようですね。ええ、完全に一致しました。前原君、園崎さん、今から飛び入り参加です。そのオットセイのカレースパイスは先生が没収します。メイド帝国のためです。うそ、問題を言うか、ちょっと痛かったぜ。時間です。まだいや、の時間ですよ。なんの知りたくの時間。それくらい時間がないか。カレー充填率 100%。 なかなか追い込んでくれるだろう。時間です。覚悟しな。時間です。カレー充填率 100%。 一撃です。ここからが本番ですよ。この程度で困る。診察の時間です。もう本気ですからね。ちょっと止めろ。いやー、元気だ。今度は俺の前だ。診察の時間です。この程度ガスリカス止め。ごめん、ガツンとやられたわ。制圧完了。さすが知恵先生、あらごとにはおなれだ。メイド世界万歳。入江先生こそ、私たちなかなか息が合いますね。リークカレー。どうするんだよミオン。このままじゃ本当に世界がカレーとメイドに支配されしまうぞ。とにかく
オットセイを持ってかれるわけにはいかない。応援を呼ぼう。しかしよ、本気になった知恵先生と監督に勝てる奴だっているのかよ。そこを何とかするのが警察でしょ。それでダメなら明日から地球はカレー色。というわけで通報があって参上しました。沖宮署の大石です。バイスとは名ばかり。賞味期限切れの食材をカレーに混入して食べさせようなどとは許しがたい。失礼な。私たちの目的はもっともっと交渉です。全世界にカレーの素晴らしさを広め、そのカレーを食す戦争としてメイド服を義務付けようとしているだけです。世界はカレーで統一され、争いはなくなり、人類は恒久平和を実現します。また世界規模のメイド教育によって萌えと恥じらい、おしとやかさを復活させます。ものすごい陰謀なのか寝言なのか分かりかねますね。とにかくその怪しげなオットセイとやらは警察で没収します。それは許しません。メイド世界を阻もうとする悪魔め。世界平和は神の意志、神罰の代行者として皆さんを埋葬します。そこまで言われちゃいけません。赤坂さん参りますよ。やれやれ、仕方ないな。神聖メイド帝国のためです。時間ちょっと痛かっただけね。向こうもなかなかやりますね。ゆるいな。の時間で、それは時間こそ。この度の部活は私たちの飛び入り優勝ということで
決着させていただきましょう。まさかこんな形で地球に平和をもたらせるとは思いませんでした。シエ先生、まだ私たちはその扉に手をかけただけです。さあ導きましょう、迷える子羊たちを、カレーとメイドの世界に。シエ先生、あなたと二人でこのような形で理想を実現できるとは思いませんでした。私もです。あなたとこのような縁で理想社会の実現ができたなんてまだ信じられません。あなたはカレーを通じて世界を統一する、私はメイドを通じて世界を浄化する、互いが両輪となって人類を導いていくのです。かくして世界は知恵のカレーのもとに統一され、世界のすべての元号は神聖カレー帝国歴に改められてしまったのでした。カレーをあがめよ、カレーこそが神の奇跡の印なのです。ああカレー万歳、ジークカレー、ハイルカレー。カレーをいただくときはメイドさんの格好が義務付けです。ああ、メイドカチューシャ万歳、エプロンドレス万歳。ですが知恵と入江の蜜月はそう長くは続かないのでありました。カレーは食すときにメイド服を汚してしまいます。そう、カレーは人類の最高の食事ではないのです。カレーの素晴らしさは食の素晴らしさです。メイド服の着用義務付けは邪教に過ぎません。なんと邪教呼ばわりは許せません。ここに神聖メイド帝国を建国します。カレー帝国を打ち滅ぼせ。父なる神よ、彼の愚行を許したまえ。メイド服は歪んだ男の征服欲が作り上げた横島なる産物です。打ち滅ぼしなさい。カレーもいいが、たまにはカップラーメンも美味しいぞ。メイド服もいいけど、スクミツや体操服、ミコ服だってまだまだいける。かくして地球は群雄割拠の時代を迎え、朝から晩まで賑やかなのでした。ミパー、結局一番楽しんでるのはリカなわけですわね。みー